はいどうも、かペンチョです。じゃあ、この動画ではね、んまず最初は、じゃあ、久しぶりのこのハーヒーさんですかね、橋本徹さん、つっても、なんだろう、この牛角のほら、なんか女性限定のこの半額キャンペーンの,あの、いいの悪いの、なんかあるじゃん、今、賛否両論、どう思います なんかこれあれですよね、ちょっと前に、どんぐらい前だったかな、なんかおごるのおごられるのみたいな話もこの定期的にこのねあのインフルエンサーの人がなんかこの投下して、炎上してみたいな、まあ、賛否両論分かれて、うやいやいや、ちっせえのちっせくないの、お、ね、ごるのおごられんの、態度が悪いのなんやかんやって、なんかそういう話あったじゃん、どうでもみっともしょっぱくせえ話が。それと同じレベル、次元に感じられてね。 うん、例えば、このお店側はさ、ね、あの昔から言われるけどこの飲食店なんかこのお客さんをこの呼び込む手法の1つとして、ね、女性にお店にこの通ってもらうことができれば野郎どもはもう女性にくっついてくるから、ね、女性を攻略することができれば女性に気,、ね、気に入ってもらえればだから家庭の例えばこの、まあ、ご夫婦でもいいしご家庭でもいいんですけども ね、彼女さんとか奥さんとかを、ねうん、興味を持ってお店に来てもらうことができれば、ね、彼氏旦那子供は勝手についてくるからっていうそういう攻め方って昔からあるじゃないですか。うん、っていうつもりで、ねうん、じゃあ例えばなんかね、うん、今日ご飯何にするっつって、うんまあ、ある一家がありますよと、ね、奥さんが、ねうん、女性限定だからって。 ね、まあじゃあ息子さん娘さん旦那奥さんのねこの4人家族だとして、ね、半分、ね、女性2人は半額で、うん、じゃあちょっと牛角行くわよっつってあそうなのって分、うん、かったっつって、まあ、4人来させることができれば、うんまあ、女性2人4人のうち2人を半額にしても、うんまあ、売り上げにはなるわけですよねっていうつもりで仕掛けてきたのかもしれないし。 正直言ってこんなもんにいつまでもこうなんかなでもないこうでもないこのぶたれてるのがまあなんかわざとらしいというかねこんなもんに今更わざわざ言及するどういう意図でね、うん、今頃になってなんかこの賛成でも反対でもどっちの意見でもいいんですけども、うんね、ある番組じゃんかこのん東大かなんかのどっかの,この教授かなんかも引っ張り出してきて ね、この程度のことを受け入れられないようじゃ、ね、男が強烈だとかなんとかって、ねうんまあ、そう思う人はそう思えばいいし、ね、もう僕にとってはもうどうでもいいんですけどやっぱわざとらしいんですよね今頃なんだってでもなんかもっと、ね、本当は注目され,て、えー、されなきゃいけないなんとかしなきゃいけない件、えー、が別件であってでそれをごまかすために、ね、その注意をそらすためにっていう そういうんじゃないのかなって、うん、ちょっとなんか疑わしく思って見てたんですけれども、やっぱりね、これかなと思うのがちょっと1個あってね、こ覚えてらっしゃいますかね、24年のこの、だ、今年の4月から施行されてるんですけども、困難女性支援法っていうね、成立は確か2年ぐらい前だったと思うんですけどね。 あのコラボの時にねちょっと注目されてこんなとんでもねえ話通させるわけにはいかねえなってその時も話題になったと思うんですけどもまあ当然これコラボなんかも推してるね通称女性支援法これひどいっすよ、ね、牛角ね女性が半額なんてもうそんなんへみてなもんですよあんなもんはっきり言ってどうでもいいこっちだよこっち何でこんなもん成立させられてんのか 意味が分かんないですよね、改めて知れば知るほど。ね、女子枠がどうしたとか、牛角がこなんか男女平等がうんぬんかんぬん。大体この何かしらこの平等とか自由とかこの権利とかをこなんか、ね、声でかくしてこの訴えてくるやつほど、ね、差別主義者ですからね。だから多様性いうやつが全然多様性じゃないのと一緒ですよ。で、このね。 困難女性支援法、ね、興味ある人っていうか、もうほ,ほぼほぼ全員、ね、これはもう興味を持って調べてもらいたいですけど、今年の4月からなんですよ、ね、衣食住あらゆる支援が無制限、無期限に可能なんですよ、だからもうこれ完全にこれ、集中スキームですよね、しかも困難の内容とか理由はねあの、例えば第三者機関の審査とかそんなもんないんですよ、言ったもん勝ち、苦しいんです、困ってるんです、ひどい目に遭ってるんです。 かわいそうな目にあってるんですただそれだけでしかもですよこれやばいのが年齢も国籍も在留資格も一切関係ないな言ったもん勝ちっていうよりもこれはもう支援団体ありきのもうやっぱり完全にこれ中中スキームですよで個人情報が取得されるでしかも女性だけすごいですよねこれ法律なんですよよくこんなもんあの通させましたよね これ何って困ってるっていうか困ってるやつなんかもういなくていいんですよ。困りそうなとか困ってそうなとか、ね、困ってることにしてもありだよ。っていう女性を適当に見繕って用意してずーっと支援し続けなければならないっていう格好にしちゃえばもう永遠中ュ,ュスキーム。ね、NPO とかさ。うん で必要なら生活に関することは全て支援しなきゃならないとねやらないと罰則っていう,うとんでもない無茶苦茶な法律なんですよねこれなんでこんなもんは通されてんだろうだまあ人によってはもう聞き覚えがあるかもしれないですけどね今のこの現代日本社会ってさねうん男尊女子じゃなくて女尊男卑ですからね でこう,言うとね、なんか,普段からこの男女平等とか、ね女,性のね、女性の人権側とか自由とか権利がうんぬんか女性の権利を侵害しろって言ってんじゃないですよ、ね、そういうことを言ってるやつらにこのなんかあ、まあ、例えば僕みたいにこの異論をただ僕の場合は、ね、実際にこの女性が優遇されているしかも不当に、ね、さっきの,この女性、ね、困難女性支援法だってそうじゃないですか。 ね、他にもあるんですよ、ね。この家父年金とかさ、女性活躍推進法とか女性、女性相談支援センターとか、女性労働基準規則とかね、えー、若手、えー、女性リーダー応援プログラム女性事業とかね、うん、ね、両立支援助成金、か過去女性活躍加速化コースでしたっけ。ね、こんだけ下駄履かしてもらってるのに、まだなんかこのね、うん、女性が女性が言ってるのは、 もう完全にこれ利権です。ただ、このビジネスでやってるだけですね。ね、うん、ビジネスですらないです。ただ、ゆすりたかりです。抗菌中中ですよ。だからこれを正当化させるために、うん、だからこれもある意味、この,日本,をこの分断日本社会をこの分断させて混乱させて、ね、日本そのものの弱体化を図る。ね 何かしら支援団体、ね、この立ち上げさせて、ね、この公金、ね、予算つけさせてで、その公金に思い思いにそれぞれたかる、で私服肥やしながら活動資金捻出してって、うん、だからなんかやっぱりね、こういうこの自由とか権利とか、ね、この弱者救済とか支援とか、こういうことを歌ってるやつらもう完全にドイツもこいつも日本の敵と見なした方がいいですね。 どう考えたって、この例えばさっき言ったこの困難女性支援法、これを葬り去るのが先だろねえ、牛角の女性割引なんかもうどうでもいいよ、そんなもん。うん。ねだからいかに日本社会がね、ね女性優遇、ねだって、うん、基本的にもう、もう最近もう気づく人が増えてきたと思いたいですけども、ねえ、女性のとか女性側とか、なんかこの自由とか権利とかなんかそういうのを、このなんか、 ね、うん歌っている人間をねそれなどういうことなのどうなってんのってね言いにくい時期があったじゃないですか、うん、なんか差別主義者だみたいな逆ですからねうんねっこういうのも結局ね見逃しなんかもう腫れ物に触るじゃないけどさ、ねうん、見逃し続けてきたからこそ、うん、このゆすりたかりが横行してるんであって ねうん、だからこの男性だろうが女性だろうが若者だろうが年配だろうが、ね、兄ちゃん姉ちゃんだろうがじいさんばあさんだろうが詐欺師は詐欺師犯罪者は犯罪者、うん、日本の敵は日本の敵なんでだからきっちり違うもんは違うだめのもんはだめおかしいもんはおかしい脳を突きつけて、ねうん、だまぐらかしてこのたがりに来てたやつを片っ端から始末していかないとだめなんですよね。ということで今回は以上です。